西場中華軍は、セルビア北部、ボイボリナ自治州、バチュカ地方に位置する軍。2002年の国勢調査による人口は215,916万人で、行政の中心都市はソンボルである。西場中華軍は4つの基礎自治体によって構成されている。軍とソンボルには、豊かな文化と伝統があり、カトリック教会やフランシスコ会修道院は18世紀以来のものである。 ソンボル近郊のスタパルにある大小のセルビア正教協会のイコノスタシスは文化遺産に登録され保護されており、町の長い歴史の承認として耐えている。今日、ソンボルでは1000キロ平方メートルの農地が広がりそのうち970キロ平方メートルが工作に適した土地となっている。また、牛の飼育も重要な位置を占める。 工業開発も大規模に進められており、金属関連やバッテリー、自動車関連の工場や造船所などが立地する。農業に関連した食品加工関連の産業も盛んである。ありがとうございます。